皆さん、こんにちは。トムズキッチンです。今日はね、前回予告した通り、夏野菜たっぷりパスタの残り物を使ってね、カレーライスを作っていこうと思います。といってもね、ルーの作り方を主に解説していきます。でね、残り物を使ってカレーライスに作り変えるなんてね、別に、大して珍しいことでもないので、今回はね、カレールーの作り方を中心に解説していこうかなと思います。材料はね、ご覧の通りになってますけども、ニンニク入ってないでしょ。今回の残り物っていうのが、ニンニクたっぷり使ってるんで、ニンニクは入れてません。ただね、もし例えば肉じゃがをベースにね、カレーを作るとかっていうんであれば、この段階でね、今映ってるこの段階でね、ニンニクのみじん切り入れてあげるといいかなと思います。で、温まってきたら、ちなみにね、オリーブオイルは大さじ2ぐらい入れてます。ちょっと多いと思います、思うかもしれないですけども、このくらい入れとくとね、放置しといて、玉ねぎをね、飴色まで炒めることができます。なのでね、私はいつもこのやり方ですね、ずっとね、かき混ぜ続けなきゃいけないとかね、すごくめんどくさいって思われるかもしれないですけど、ちょっと油多めにしてあげてね、こうやってね、放置しとくっていうやり方だとね、意外と楽に作れると思います。で、今味出しの塩が入りましたね。塩を入れることで、玉ねぎのね、うまみ成分、甘みがね、出やすくなるということでね、ここで大さじ2分の1ぐらい、小さじ2分の1ぐらいの塩を加えています。で、まあ、全体にね、塩をまめなくなじませたら、ほとんどあとはいじりません。このまま放置、今ね、なじませてますよね。ここまで来たらね、あとはほとんどそのまま放置してます。たまにね、様子見でね、かき混ぜたりとかね、するぐらいでね。で、そうですね、私はこうやって作ってますけども、ね、料理本なんか見るとね、こんなに油入れないでずっとかき混ぜ続けてね、焦げないように注意しながらなんていうことが書かれてるような本もあるようですけども、めんどくさいでしょなので私はこれね、早送りなんでね、しょっちゅういじってるように見えますけど、まあ大概5分ぐらい放置して、ちょっと様子見でたまにね、いじるぐらいな感じです。だから実際この時暇にしてます。収録なんでね、ずっとね、一応そばに立って様子は見てますけども、結構意外と暇にしてます。でね、この後お水加えます。お水はね、大さじ1ぐらいかな。そうするとね、玉ねぎからね、抜けた水分がね、また補充されて、そこからまた水分が抜けていくときにね、さらに旨味が出てきます。で、もう一つね、お水加えるとね、飴色にね、一気に飴色になっていくような効果もあるみたいです。ちょっとよくわかんないですけど、気のせいかもしれないですけどもね。で、ある程度茶色くなってきたら、飴色に、ね、なってきたらね、小麦粉、まあ、最初から小麦粉入れてもいいんですけど、小麦粉最初から入れちゃうとね、小麦粉って焦げやすいんですよ。だからある程度玉ねぎが茶色くなってから小麦粉を加えます。で、小麦粉をね、加えて、小麦粉もある程度炒めたら、カレー粉をいよいよ加えていくんですけども、今回私はね、 SB のカレー粉、赤缶ですね、いわゆるを使っています。で、このね、 SB のカレー粉ね、ターメリック、コリアンダー、クミン、フェネグリーク、胡椒、赤唐辛子、陳皮、その他香辛料って書いてあるんですよね。この赤、その他香辛料、これがね、何だろうっていうところですよね。
で、学生時代ね、もう30年ぐらい前ですよね。いろいろ研究しましたよ。いろんなハーブだのね、スパイスだの買い揃えてきてね、どういう調合にしたらこの赤缶の味が目指せるのか。いや、赤缶を目指してるよってわけではないんだけど、まあ、これがね、とりあえず基準になるものかなと思っていたので、これでね、いろいろ試してみました。だけどね、ね、スパイスとかね、例えばガラムマサラとかね、オールスパイスとかなんたらかんだって買ってくるでしょ。だけど、ね、高いんですよね、意外とね。で、5種類買ってくるとね、1本200円ぐらいのね、しちゃうんでね、5種類買ってきただけで1000円するわけですよ。ね。10種類買ってきたら2000円ですよ、それだけで。バカにならないでしょ、学生にとってはね。まあ、就職してからもね、いろいろね、研究はしてみたんだけども、研究っていうほどでもないけどもね、いろいろ試してみたんですが、まあ、それでね、みんなに食べてもらうと美味しいよとは言われるんですけど、やっぱりね、もう高い。ね、赤缶に限らずね、もう花から調合してあるね、カレー粉を使うのがね、一番安上がりでね、美味しくできるんですよ。十分美味しくできるんです。まあ、他にもいろんな種類あるんでね、SB5 もね、いろいろ試してみてね、好みのは。もちろんね、市販の、もう固形のね、カレールーなんか使っても全然いいんですけどもね。結局ね、私は今、SB のね、赤缶に、落ち着いてます。ね、いや、それでもねっていう場合はね、タクコ。この3種類覚えておけばね、カレーはできます。ターメリック、クミン、コリアンダー。略してタークコ。この3種類ね。これでカレー粉には一応なります。ね。で、それにね、プラスアルファで何か、ね、試しで入れてみてもらえればね、いいのかなと思います。そうやってね、皆さん、オリジナルのね、カレー作ってもらったらいいかなと思います。タークコ、ターメリックが2、クミン1、コリアンダー1。この比率、大さじ2、大さじ1、大さじ1とかね。この比率でやってもらえればね、まあ、大概ね、そこそこのカレーにはなります。で、それ以外にガラムマサラだの、なんだのっていうね、いろんなもの、スパイスハーブを加えてね、オリジナルのカレーをね、試しに作ってみたらいいかなと思います。なんか飛行機うるさいですね。軍用の輸送機が今飛んでました。あんまりね、動画では聞こえないかもしれないですけど。さあ、そんなわけでね、これものの方にね、まあ、だいたいお水がね、500ミリリットルになるぐらいのね、水を足してね、煮込んであげて、そこに作ったカレールーを入れて、10分程度かな、煮込むと、こういうふうにね、とろみがついてきます。そしたらね、完成ということになります。はい。というわけでね、カレーがね、出来上がりましたら、盛り付けて完成ということですね。まあね、カレー、ね、いろんな味付けありますからね、皆さんいろいろ試してみてください。というわけでね、今日はね、カレーライスを作ってきましたけども、そうですね、次回は、タイをね、さばくところからね、鯛めしを作るところまで、この辺をね、紹介していこうかなと思っています。そんなわけでね、ぜひチャンネル登録してね、次回もご覧いただければと思います。高評価、それからコメントもね、ぜひよろしくお願いします。では、次回もよろしくお願いします。